皆さんこんにちは、手すりです。今日はこちら JR 乗っていきます。姫路駅に到着するところ、ここで切り離しをするんですね。扉が開いて到着したのは姫路駅です。さて、後ろ側が播州阿古駅、こっち側が姫路駅です。ちょうど今連結を解除したところ、これで無事切り離しが完了ということで、前側225系100番台と後ろ側223系2000番台切り離されたわけです。ふるさと瀬戸内プロジェクト、内装も水色、真緑、真っ青になっております。そしてこちらは朝からやってる美味しい、関西でも屈指の駅そばを誇ります、姫路駅下りホームの駅そばです。もう基本個人的にですよ、個人的に好みというかよく利用するのが上りの駅そばなんで、上りの駅そばが好きです。はい、ちなみにこれ初めて言います。俺2回目やラッピング見たのは初めてです。もう朝日も昇ってきまして、明るくなってきたね。もう向こうの万端線のさらに奥側がちょっと紫色の赤みがかっています。これ夕焼けじゃないのにあっち側が赤くなるのなんでなんでしょうね。不思議です。さてこちらは変わって8番乗り場、先ほどまで乗ってきた電車は前より6両編成ですね。その後乗るのが後ろより4両編成に乗って播州阿古まで向かいたいと思います。その播州阿古駅というのがあちらに書かれている8番乗り場、普通7時15分発播州阿古駅。普通電車の米原駅、これに乗ったら米原まで戻ることができます。さて、見つめ合っているこの2人、223系とミニ歩計、いつ出発するでしょうか。ちょうど姫路駅、回送電車として先ほどまで乗ってきた前より4両編成が発車していきました。こちらは次の阿賀保駅まで回送されていきまして、阿賀保でまた戻って今度は朝ラッシュに備えて他の電車に充当されるでしょう。ちょうど姫路駅を発車です。兵庫県姫路市の中心部、ちょうどこの姫路駅始発やその近くにある阿保市始発の電車などがこの姫路駅やってきます。知らねえ。ずっとポイントを渡りまして、この線路の奥側、さらに奥側には紀新線、神月、佐用方面に向かう紀新線の線路もあります。そして奥側には新幹線の線路。ちょうど阿賀保駅に到着しましたね。先ほど見た、こちらの電車は前より4両をつないでいた電車です。ここで折り返してまた姫路方面戻るんでしょうか。阿賀保駅を発車したところ、ここから播州阿古までこの電車に乗ります。朝焼けがこの山に反射してとても綺麗ですね。秋なんかに来たらいいんでしょうか。少し眩しいようにも感じます。播磨勝原駅を発車したところです。播磨勝原、何があるかは知りません。山の近くということはね、覚えておきましたけども。さて、阿保市駅到着、そして阿保市を発車です。阿保市駅からは山陽電車の山陽阿保市駅なんかもありますが、そちらの阿保市駅は若干離れておりまして、乗り換えするにはすごく遠いような感じになっております。そしてこの阿保市駅の近く、阿保市駅の近くには阿保市総合車両所などの車両センターなどがたくさん立ち並んでおりまして、こちらたくさんの朝通勤時間帯に備えるための電車たちが止まっていることがわかります。若干 A シートも見えましたね。あの A シートの車両もこれから動き出すようです。本日は12月の25日です。さて、まもなく通過するのは揖保川という川を通過するそうです。加古川などには及びませんが、そこそこ大きな綺麗な川としてなっておりまして、ただいま通過したところでございます。ここから自然豊かな場所がたくさん見えてきます。まもなく到着するのは辰野駅。
まあ、なぜ播州阿公に行こうかと、そういう話なんですけども、やっぱりですね、阿公線というのを乗っていこうというのが今回の動画の目的でございますから、山陽本線より阿公線の方が時間がかかりますが、少し景色なんかを見ていけたいなというふうに思っております。速度は113キロ、意外と出ていますよね。まもなく相生駅です。山陽新幹線との乗り換え駅でもあります。先ほどの姫路駅から数キロで次の新幹線駅に到着です。今お聞きのように乗り換え案内があるかと思います。新幹線の乗り換えの他に、この電車は播州阿公行きとして阿公線を走りますが、この相生駅から少し北側山の中を走りまして、岡山まで最速で行くことのできるような電車たちが走っている山陽本線というのもここで分岐することになります。ですから岡山方面先に行きたい方はこの相生駅で皆さん降りると、そういった感じですね。ちょうど相生駅に到着でございます。ここで周りの多くの方が降りていくのを見ることができましたね。あ、すごいね、本当にこんなに降りるんだという感じです。時刻は7時34分、まだ朝です。相生駅を発車したところでございます。右側に見える高架橋は新幹線、そしてこの下の方、線路などがいろいろポイントという分岐器によって分かれているんですが、ここで奥に分かれていくような線路を見ることができます。こちらが JR 山陽本線というふうになっておりまして、神戸から下関の方までつながっています。地図を見てみるとこのように分かれていることが分かります。なんか古いそうなトンネルがあるな、何なんだろう、まあ、そんなことはさておき、ここから阿公線、そういう区間に入っていくことになります。しばらく走りまして阿公線見てみるとまだ山なんですね。阿公線は少し海が見えるかなと期待していたんですが、あの地図を見て愕然、山に囲まれておりました。残念です。今見ていただいている川はすぐ、瀬戸内海に注ぐ川となっているのですが、そんな川を、横目にですね、こちら学校なんかがあるのかな、すごい山に囲まれた場所、次西相生駅に到着します。というわけで西相生駅に到着しました。西相生本当に何もないですよね。阿公線は単線になっておりまして、途中で行き違いのできる駅などが複数ありますが、この駅は片側ホームのみ、見えている左側のホームだけということでした。ここではね、お客さんあまり乗り降りはしなかったですね。次に乗り降りが激しい、または乗り換えというのがありますのは、次が佐古市駅、その次が播州阿公となりますから、その播州阿公ということになります。次は佐古市駅に止まります。ここで千種川とかいう川を渡っていきます。この川に沿いましてずっと瀬戸内海に流れるんですけども、播州阿公まで似たようなルートを通ることになります。この辺りは山に囲まれ、もう日の出の時間なんですが、日がしっかりと差し込まないのがこの山の中だなという感じです。ちょうど佐古市駅に到着しました。坂を越えると書いて佐古市。まもなく播州阿公駅に到着しようとするところ、乗り換え案内がされております。この電車は基本的に播州阿公まで行きまして、そこで折り返し姫路駅になるそうです。基本的に JR 神戸線なんかを走る列車は播州阿公までが西の端となっております。相生から山陽線に入るものは上郡まで行くような普通列車もありますが、基本的に播州阿公が多くなっております。兵庫県阿公市の中心駅、そして阿公線における列車運用の境界駅ということで、全ての列車がここで折り返すようになっております。阿公線の岡山寄りと姫路寄りで系統分離がされているわけなんですね。またこの播州阿公より西側には伊古賀の IC カードの対応がされていないため、伊古賀などでここから西の方を利用することは無理というふうになっております。ちょうど開業したのが1951年、阿公線の終着駅として開業しましたが、阿公線という名前だけあって岡山まで延伸する気はなかったそうですが、バイパスとして新たに建設されたのがここから今から乗っていく阿公線の部分というふうになっております。
ということで乗り換えましょう。というわけでリニューアルなどが施されている213系ですねに乗っていこうと思います。ぼーっとしてて211系とかっていう風に呼んでることがありますが、 JR 東海に乗ったのが忘れなくて211系とかって言ってる部分があります。ごめんなさい。しっかりとトイレが完備、そのトイレの様子しっかり見ておきましょう。縦長に広いですね。車椅子も入れそう。そんなトイレと、また横には車椅子スペースなどが併設されたこのエリア。そして貫通扉を抜けます。ドアを一旦閉めて車内防音ということで、コロナ禍では車内から空気の換気をするために開けっぱなしにしていた時期もありましたが、もうあれですね、扉を閉めるようなこともやっているそうです。というわけでここで一旦扉が閉まると思います。国鉄車とは思えない音、そして綺麗さですね。開ける音を押してみましょう。そうするとこのように開きます。これ不必要に押しちゃいがちなんですよね。さて223系乗車していきまして、播州阿光、ここから阿光線に入りまして、今播州阿光までやってまいりました。阿光線経由で海側を通りながら今から岡山方面へと向かうわけです。2番乗り場に停車中の電車は8時5分発普通岡山行きです。1時5分発ということで、今ただいま7時50分。ご了承お願いいたします。午後の紅茶、これがないと僕は生きていけません。現在時刻は7時51分です。朝から午後の紅茶を買う大先輩です。犯罪に手を染めてしまいました。はぁ、やってしまった。7時51分帝国通り普通姫路駅折り返して発車していきました。ということでですね、播州阿光到着してもう何もない状態では、早速この岡山駅に乗車していこうと思います。この電車はクハ212213系であることを示します。グッドデザインアワード2014 JR 西日本の225系や221系においても書かれている時がありますよね。 JR 西日本のホームページを見ていたら、あれおやおやという感じで、山陽線には列車の運行情報の現在地を見ることができますが、阿光線は非対応ということが分かりました。なぜでしょうか。阿光線は需要がないからでしょうか。それとも列車をそんなに本数がないため表示する必要もないということでしょうか。本日ご利用が少なく、停車中の車内の温度を保つため、例えばこの列車のドアはドア横の開閉ボタンで開け閉めすることができます。案内の通り、ここのボタンを押せば扉が開いたり閉めたりすることができるそうです。あ、開けてくれたね。ちゃんと動画のために動いてくれる僕の友達もさすがです。開け閉めをしてくれました。そしてピントは壊滅的です。ありがとう。ちょうど播州阿光駅を発車しました。播州阿光から次の駅天和駅までは約 4km。 ちょうど相生から西相生、伊佐越、播州阿光と来ましたが、ここからは213系の旅です。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。大きな揺れがありますが、このように瀬戸内海に通じる湾のようなものも見ることができます。ちょうど朝の時間帯ですから、すごい天気に恵まれ、また眩しかったのを覚えております。そして天和駅に到着。天和駅は兵庫県阿光市天和という場所にあります。閉まるドアにお気をつけください。
乗客がほぼいないまま天和駅を出発。その後列車はトンネルなどを抜けて山の中へ入っていくことになります。これでも普通の赤穂線というのは山陽本線より海側を走っております。備前福川駅に到着です。速報です。ただいま当列車は兵庫県を抜けまして岡山県に入りました。ここから岡山県岡山市瀬戸内の方ずっと走っていくことになります。備前福川を出てしばらく総合駅という駅に停まりました。これ関川って読みそうですよね。総合駅だそうです。ドアから手を離してお待ちください。これから火を加熱かうわ。列車とホームに段差がございます。 1.2 や降りの際は足元にお気をつけください。この辺りだ、この辺り。おお、待って、日生駅です。日生駅岡山県備前市にあるんですが、これ日生って読むの難しいですよね。まあ読めないことはないです。大寺方面岡山行きです。いいです。発車まであと2分ほどお待ちください。この列車は対向車待ち合わせを行うようです。ちょうど真っ黄色の列車がやってきました。これももうすぐ置き換えが進むようです。新しい車両は227系の500番台だとか。お待たせいたしました。次は入り駅に停まります。皆さんありがとうございます。登録者767人と言いたいところですが、編集中にはもう1000人超えてます。ごめんなさい、動画あまり出してなくて。ちなみに撮影時は12月25日です。入り駅に到着です。初見でまあこれは読めそうですよね。なかなか人がいました。なんか近くに集落でもあるのでしょうか。列車はトンネルの中を進んでいきます。すごいやっぱり揺れるのが特徴ですよね。213系の国鉄車はもう間もなく置き換えも始まっているということらしいですが、間もなく備前片上駅に到着するようです。まだ海は見えませんね。こちらの213系1987年に登場したそうなんですが、 JR 西日本の加納赤穂線の区間でももうすぐ見える日は短くなっているというような感じです。備前片上駅に到着。こちらは右側の扉。結構いろいろ乗ってくるね、西片上。こちらラーマルドボアというらしいです。友人が来てくれました。気がする。新幹線来ないと思ってたら来てくれました。ここで新幹線と合流、あいよい以来の再会です。本気がするって言った瞬間来たんよ。フラグ回収一級何かほざいていますが、こちらは727の看板、新幹線からよく見ることができますね。化粧品会社らしいです。こちらなんて読むんだよ、加賀戸駅だそうです。不思議な駅名ですよね。もう赤穂線の長い長い旅に疲れて寝ております。そしてカメラの挙動が悪いですが、これは揺れのせいです。まもなくお尋ね、お尋ねです。裏口は左側です。ドアから手を離してまもなく長船駅に到着します。岡山県瀬戸内市長船町です。待ち合わせのため10分ほど停車します。ゲスト、アリバイです。はい、 OKです。じゃあね、この今撮った写真ね、2000円で販売しますので。ラマル、しまなみじゃないな、ラマルドボア。そんなものもあります。ようこそ日本刀の聖地備前長船。あと6分や。おう、日本刀の聖地なんだ、知らんかった。長船駅ですが、瀬戸内市、気温は約3度、ほぼ晴れ、最高気温10度。今日はクリスマス25日、おとついがすごい寒かったんですけど、今日はあったかいですね。今日はすごい晴れております。だいたい今3度ですね。これから昼に向かってあったかくなっていく、そんな時期です。ここで岡山方面の電車と反対方面赤穂方面の電車と、こちら入れ違い列車交換を行います。ここで10分ぐらい止まりましたね。この長船駅を出ると次は奥駅という駅に止まります。さて乗り込むか。乗りますか。長船駅を発車しました。長船は本当に何もなかったですね。30分前、奥駅に到着です。 JR 東日本の奥車両基地のある奥とは違います。しかし人は多いですね。ちょうど川を渡ることになります。これは何川なんでしょうか。
見たところによると吉井川だかなんとかって書いてありますね。西大寺駅です。大和西大寺ではありません。西大寺有名 YouTuber、 有名 YouTuber 西園寺でもありません。ごめんなさい。さてもう間もなく合流するところです。山陽本線の東岡山駅で合流します。あ、列車も怒っていますね。お立ちのお客様が足元にお気をつけください。近隣住民からしたらいい迷惑ですが、何かあったのでしょうか、よくわかりません。しかし少々遅れて運転しているようです。この列車は岡山行きです。降りお乗り換えの際はお忘れ物のないようお気をつけください。次の東、あ、今のカット。間もなく東岡山です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。東岡山に到着ということです。東岡山からは山陽新幹線、また山陽本線との並走を得まして岡山へ向かいます。ちょうど発車。普通列車の岡山行きです。終点の岡山には9時35分に着きます。この列車の前を走ります列車が遅れているため、ただいま東岡山駅を1分ほど遅れて発車しております。なるほど。なお車途中変わることがございます。あらかじめご了承ください。速度はだいたいこのぐらい。前の信号の影響でしょうか、ゆっくりめに走っているようです。しばらくすると信号制限が解除されたのか、速度を上げていくことになります。40キロぐらいで走っていたのがぐんぐんと速度を出し、50キロ近くにまで上昇します。そして間もなく高島駅に到着でございます。間もなく高島です。高島駅出口が左側です。どうか高島駅に到着。高島屋とか好きなんですけどね、デパート意外と最近好きだったりします。伊勢丹の方が好きです。次は終点岡山です。出口は左側2番乗り場に着きます。まず演歌的乗り換えのご案内をいたします。新幹線新大阪、ちょうど渡ったのがこちら旭川です。旭川というと北海道をイメージしますが、こちらちゃんとした川の名前、旭川、瀬戸内海に注ぎます。そしてこの南側には見えませんが岡山城があります、ね、桃太郎の町岡山駅に到着でございます。この後ですね、岡山からマリンライナーに乗ったんですが、その動画はまたいつか上げましょう。ということで岡山駅がもう海藻行きになって、あ、もう発車するの早いな。というわけでここまで、電車乗ってまいりました。こちら国鉄213系を見る日も少ないでしょう。ということで今回もご視聴ありがとうございました。福山ツーン、本当に福山駅もすぐ近くにあるみたいなんですが、これを見るとすごい岡山だなという感じです。ご視聴ありがとうございました。本日は赤穂線、姫路から赤穂線を経由して東岡山、そして岡山までやっていきました。